まあそのまま左の方に行くけれど、よし、次のエリアだな。あれでもこれ上行けないぞ。回り込まないといけなさそうだ。ってことは右上から行くのかな。こっちの右上が少し、なんだこれ。あれれれれ、なんかいる。おかしいおかしい、なんかいるなと思って。あー、しかもこいつ賢いパターンのよっ。やべ、全部ベンジフルスピリットに使ってしまった。あ、ベンジフルスピリット強すぎ名前も知らない誰かが草むらに隠れてた。ちょっと驚いたな。で、そうそうそう、このまま、あー、ちょっとこっちは歩いておくか。ここが気になるぞ。一応カチカチしてみる。よし、まあ、だからそのアンの意志がこの森に根付いてるってことなのかな。でここから左の方に回っていけないかな。あれちょっと抜けちゃったぞ、グリーンパスの道を。これはクロスロードっぽいところだ。それはいいのかな。鳥も弱くなってる鳥っていうか、まあ虫だけど。多分こっちから下に行く。なになに、おお、どうした、助けてあげないと。大丈夫か、死んでない。うわー、あ、外しちゃった。あ、いてててて。これジャンプ、あー、もうちょっと上げないとダメだな。なるほど、そうかそうか。よっ、ベンジフルスピリット全部外しちゃったけど。おっと、そしたらまあ敵が出てくるんだな。オッケーで急降下してくるか。あー、むずいこの辺りで打てたら、あー、当たんないか。ほんと間それ透けていった。よしいけ、ナイス。あー、しまった。叫ぶんじゃないのか。よし、素晴らしい、いけた。え、ちょっと大丈夫ですか死んでない？ああ、生きてる。なんか似たような格好してるな。だからお前は自分のしたことをどう思ってるんだってことで、私と私の獲物の間に、まあ、割り込んできたんだぞみたいな感じですかね。怒ってんのかなこの人助けたつもりだったんですけれども、まあそのなんていうか、まあ、ちょこまか走り回るのがお前のやり方なのかみたいなことを言ってます。まあ、邪魔しやがってみたいなことを言ってるんだと思いますね。まあこれを知っておけを野良犬、私はゾート・ザ・マイティ、まあ、偉大な騎士であるってことを話しています。まあ、多分名前はゾートで、ザ・マイティってのはなんていうか、まあ前についてる称号みたいな感じかな。なんか偉大なとか強いとか力強いとかって意味があるんですけれども、まあ、もしもう一度怒らせたなら、その私の武器がライフエンダー、まあ命を終わらせるっていう意味かな。ライフエンダーってどうして呼ばれてるか知ることになるぞってことでやっぱり怒ってるんですね。ああ、獲物を取られな、そんな怒ることあるかな。助けるんじゃなかったよ。これもうちょっと話せたりすんのかな。あー、まあ何のためにまだ私を邪魔するんだ、その私は騎士なんだぞ、そのお前みたいな子供の遊びに興味はない、私は休憩ってか、まあ、ちょっと休むんだ。ああ、なるほどね。立ち去れ、私のなんていうか武器を出すわけにはいかないからなっていうか、出させないでくれみたいなことを言われてます。そうか、気難しいやつだなとりあえずさっき倒したでっかいやつのお金はもらっておこう。でそう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 、こっから下に行けそうかな。行けるかな。あ、行ける行ける。一応左にも行けないか。よし、ここからさっきのポイントにアクセスできるはずなんだけど、どうかな。てかバリア全部飛ばしちゃったおっと、ああしまった。ちょっとこれ狭いところで出てこられるとうまく処理できないな。ちょっとだけ難しい。おっと、これができれば割と簡単なんだけど、ちょっとね空間が あれ当たってる、まずいぞ。てかベンジフルスピリット使うんだったらいらないのかもな、最初から。おあ、またアンの話を聞かせてくれるのか。そのグリーンチルドレン、緑の子供たちは夢からこの土地に向かって歩いてきた。で、ここでなんていうかな、我々は待たなくてはならない、待つべきだ我慢強く、帰る合図のためにっていうか、帰る合図があるまではみたいなことかな。うん、結構その詩的な表現というか、詩で使うような表現を割とよく使ってくるので、あんまりね訳が正しくないかもしれないしあれなんですけども、うん、まあ、そういうちょっと物語。あー、またこれいるし、あのさっきの騎士、ああ左手にもいた。マジ？上行くか。あれちょっと待てよ。あれ何のマークだっけな。あれって駅のマークじゃなかったかな。ちょっと待ってよ。マップ、ピンの種類がちゃんと分かってないっていう。コックーンってことは、なんだ？あ、あれか。虫か。青虫か。芋虫か。青虫って。あれちょっと戻んないといけないな。やられてしまった、普通にあっさりと。なんか投げてきてたし。よっ。お、この辺りかな。よっ。この影を倒さないと、ソウルをね集める器も割れたままである程度までしかたまらないという。しまった、同じことされている。ちょっと待ってね、まずここを落とさせてもらっていいかな。死んだ時にまた上通っていくのがすごく大変だったあーやば、ちょっと手強い敵が、あやば、マジか。これうまくやらないと大変なことになるぞ。緊張する。いいぞ、ちょっと、あ、待て待て待てよっ。もう倒しちゃうか。あ、それじゃダメなんだ、体力回復しないから、それじゃちょっと待ってよ、左手とりあえず、スタックがいそうな感じ、多分いるんじゃない？あー、駅がある、駅が。よしよし。ちょっとこれで一旦、ここでお休みしてマップをアップデートしよう。しかも、体力も回復するということでね。ちょっと読んどくか、一応。お金入れときます。開通させておこう。140も取られた。まあ今これぐらいしかお金使うことないからな。まあでも、とりあえず、ここを通しておけば大丈夫だと思います。何かあった時のために。じゃあちょっと上に改めて戻るんですけど、ちょっと待ってよ。さっきの強い敵がいるところをちゃんと攻略しておきたい気が。うわー、これシビア。これ倒さなくてもいいんだけど、ちゃんと倒せるようになっときたいってのはある。理想は理想は何よ、こうですよね。理想は2回ぐらい攻撃できた方がいいっていう話で、まずこっちに1匹いるんだよな。あ、そうか、こいつが、あいって、イモムシを守ってるんだな。守ってるというか閉じ込めてるんだな。よしよしよし、上からの攻撃が結構有効だ。助けに来たよ。とりあえず回復しよう。こいつとの戦いも割と慣れておいた方が後々良さそうな感じもする。なのでこいつとも戦う。連戦だ。ちょっとこいつ違うことしてくんのえ、同じ敵だよねこれ。しまったしまった。くそ、一回ペースが崩れると。わ、もうご了承したい。いや、やめとけ。やめとけ。冷静になれ。まずフォーカスだ。さらば。いやー、きついなー、こいつ。そしてもう一匹いるしな。すげえお金守ってる。倒しに行くか。ちょっとね、広いところで戦った方がいいのかも。こいつ真正面からやれんのか。無理だよな。これが一番。うわあ、きつ。お、今のかっこいい。剣が交錯する。飛び道具持ってるし、いいな、バランスが。よし、ちょっとはマシな戦い方だったということで、ここのお金もらいます。金だ金だ、結局金なんだ。まあ使い道が今んとこないんですけど、とりあえずフォーカスして体力は回復で、いよいよこの左手の方に行くんですけど、あれこっちから行くのかなってわけだ。あー、このラッキーキャラクター倒しておきたい、ソウルのために。こっち側から行けるわけじゃないよね、やっぱ下から行かないとダメだよな。よしよし、このおっきいやつらも倒したし、で下がスタックのところで、こっちだな、クワガタの乗り物ですね。多分ここがボスなのか、このグリーンパスの。と思ったら、あれ誰か倒してる。これ以上近づくな幽霊ゴースト。うん、私はお前を見ていたぞ。その草を通り抜けて忍び寄って私を追いかけてきているのを。うん、この古い王国でひどいものが目覚めてしまったみたいですね。で私はそれをなんていうか、この空気から匂いでわかるっていうようなことを言っています。うん、私はお前を知っているし、お前が何をしようとしてるかも知っている。私はそれを許可できない、許すことができない。あれなんか勘違いしてる気がするけどな、ホーネットって言うんだ。おお、かっこいい技持ってんな。てか武器がかっこいい。そのなんか細いやついいな。投げてくる。とりあえず攻撃パターンを見ておこう。いきなり食らっちゃった。これそれは無茶だな。ちょっと下切りは、上からの切りつけは結構難しい。なんだこいつ、戦いを楽しんでやがるタイプか。あ、それ戻ってくるんだな。それかっこいいな本当に。で斜めから下ろすように、一応射程距離みたいなのを持ってるの。あ、やばっ、なんだ必殺技みたいに。あ、ちょっと長い。いや、フォーカスできないぞ。隙が割とないのか。この後できるか。投げてくれ、その針を投げるんだ。そう、それ。うわ、ギリギリ。ここからまた切っていくぞ。割と攻撃パターンは見えたけど。あ、しまった。そうか、戻ってくるんだ。それなんだ必殺技みたいな。いいな。この間にフォーカス、多分ダメージある程度食らわせたら攻撃パターン変わるし。あれ攻撃していいのか。いい声してんなっていうか。よっ、おっとっとっと、それは危ない。そろそろ違う攻撃も入ってくるか。エガーレっていう技なのか。あぶね、暗い。ベンジフルスピリット。あ、やば。あーっと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 、それ外しちゃダメだぞ。お、はい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 、大丈夫。割と攻撃パターンは一定でやぞ。うっとっとっと。よし、この後にフォーカスで、切る切る。よし、いいぞ、いい感じ、今すごくいい感じになってる。さらばいてててて、タフー、ホーネットさん超タフなんだって。ああ、ちょっと違うか、ちょっと変わってきてる。壁にぶつかってちょっと三角飛びみたいなことしてくるよ。こっちの必殺技を見せるときよ。あれ大丈夫？あんまり戦う気ないんだけど。あ、逃げてった。あれこの死んだやつは何？あ、てか同じような顔してる。モスウィングクローク。はん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 。RT を押すとダッシュできる。まっすぐ。あー、なるほどね。モスって多分ガかな。ガの羽の、なんていうか、クロークってマントみたいな感じのやつRT なんで、お、あれ恐ろしいことが起きた。うん、封印を破ろうとしているのか。うん。それは取り返しがつかないぞ。みたいなことを言ってんのかな。取り返しがつかないに違いない。うん。ああ、私たちを眠らせてほしいんだ、小さな影よ。その君の暗闇へ帰りなさい。その私たちに、まあ、平穏を許してほしいというか、平和な状態を許してほしいっていうことを言っています。おおおお、なんだこれ。神様レベルのやつらが出てきたぞ。あれ倒れた。大丈夫？なんだ、この森の主たちか？多分、リトルシャドウっていう小さな影っていうのは、まあ、僕のことだと思うんですけど、これで遊んでたら便利そうこれちょっと不思議な時間が流れちゃったけど、さっきのホーネットも後からまた話せんのかな。まあそもそもまあ誤解してるとは言っても、それは僕の気持ち的にはそんなつもりはないんですけど、こいつが何をしようとしてるかはその分かったもんじゃないですからね、今のところこれ便利だな。こっち側なんかあるかな。よいしょ。あ、これがあればちょっと前に進めなかったじゃなくて、解放できなかったイモムシを解放できるかもしれないな。後でまた帰ってみるか。んで、とりあえずはどうする？ちょっとこっちに戻ってきたものの、左手の方行くか。よっ。これは戦闘でうまく使えば。あれーかっこいいプレイができるかもしれない。ちょっとまたこっち側に行くか。まあ、森の平和を荒らすつもりはなかったんですけど、結構草むらとか生態系とかめちゃくちゃにしてるかもしれないけど。うん、これまた違うエリアに進むのかな。あ、レイク・オブ・アン。アンの湖。やっぱアンっていう。あれあ、いて、話せんの？何？佇んでたじゃん。いや、やられた。しかも、吸い付くように、なんていうか、それに当たりに行ってしまった。入っちゃった。休憩できる。ベンチだ。君がもしかしてアンっていう人なわけないよね。もうちょっとなんか超人的な。ああと思ったらクイレルさんだ